佐藤あやみです、今回はですねローソン限定の商品じゃじゃん、こちらインテグレートプチクレヨンチークミニセット1とミニセット2開けますどんな感じちゃろ、なんか想像がつかん。なんかリップとかマスカラとかもこのサイズのマスカラとか、あとファンデーションと下地とかなんかいろいろあって、しかも全部500円、全部500円。まず今日はチークを使っていこうと思います。なんかここがこんな風になっとってパカッ出てきます。こんなのかわいいピンク、え、これあ、こっちもちょっと違うピンク、こういう感じで、え、すごくない？500円で2色、しかもチークってそんなにめちゃくちゃ使わないからそんな減らんし、やば、めっちゃ可愛い。もう一つの方がこれ赤系じゃん、ん？ピンクじゃない？赤系じゃないかも、ピンクだった、ピンクじゃん。あら、また違う、え？若干違うんかな、色、色とりあえず比べて、なんか、あ、ピンク、全部ピンク、全部ピンクやった。見て、このピンクとこれ、え、なんか全部一緒に見える、ほら、でも若干違う、若干、どうやって持ったらいいか分からん、これなんかバルタン星人みたい。はい、なんかこんな感じ、こんな感じです。ほんとミニサイズでめっちゃ可愛い。で、なんとこれを全部つなげることができるみたいです。この下のここの部分が外れるみたい。外れた。外せばこうやって、あ、これ一番下でガチャンガチャン、やっぱ。で、一番上蓋閉めれば、じゃーん、じゃんじゃんじゃーん、なんかコンシーラーみたい。これ全部4種類のチーク入ってます。めっちゃ可愛い。じゃあこれを全部試していこうと思います。じゃあまずはインテグレートプチクレヨンチークの OR1 番、オレンジ系なのかな、とりあえずこれ、この色を使っていきたいと思います。こっちのほっぺたに使ってみます。ぼかせん、結構ぼかせん、これなんかわかるかな、こうやって描いた方がいいかも、こういう風に縦にでぼかしていった方がいいかな。あ、オレンジ、ちょっとオレンジ、かわいい、でもすっごいかわいい色。はい、次この色、この色です。次は、はい、この色がインテグレートプチクレヨンチーク RD1 番、こういう感じで、で伸ばしていきます。うん、あ、こっちは割とスーッと伸びてくれるし、発色がいい、発色がいいです。これはレッドなだけある、こんな感じ、こんな感じですね。次この色を使っていきたいと思います。この色、この色が PK2 番、ピンクですね。あ、これは薄い、結構薄いな、これは。でもほんのりピンク、ほんのり血色って感じ。でも可愛い色ですよ、すごい。なんかこのこれからの時期に良さそうな桜色です。濡れた、分かりづらいね、どうやったら分かるっちゃろ。じゃあ次の色やっていきますね。じゃじゃん、次の色もまたピンクですね。これは PK1 番、さっきのよりちょっと色味的には濃い気がします。じゃあちょっと塗っていきます。ぐる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 ってやった方がつきやすいかもこんな感じでやった方が、でぼかすみたいな。うん、なんかさっきより慣れてきたからちょっとぼかしが上手くなってきたかも。あ、でも、あ、この色も可愛い、この色と似てる、この色よりちょっと発色がいいから、なんかこっちの方が使えるかも。あ、でもどっちも可愛いな、どっちも、どっちもポテッとしたい、ほっぺた、ポテッとしたいっていうか、ちょっとこうチーク濃いめに入れたいなっていう方にはおすすめできないかもしれないんですけど、でも本当に急遽化粧しなきゃ
お泊まり行かなきゃ、次の日そのまま行かなきゃ、チークないどうしようとかなったら、これ500円だし2色もあるし全然可愛いから使えると思います。はい、皆さんぜひこれは使ってほしいですね。てか可愛い、もう見た目が可愛いもん。これじゃーん、見た目が可愛いです。しかも500円ですよ、安い。はい、じゃあ今度はこの、 ローソンのこのインテグレートのコスメでだけを使って、500円のコスメだけを使ってフルメイクとかもしたいと思います。はい、皆さん今回も見てくださってありがとうございます。皆さんよかったらグッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。